史上最高のジェットコースター宙返り急カーブすごい高さに登るんだ。でも一つ問題があって背がこの線より低いと乗れないよ。じゃーん。博士にお願いすれば何とかしてくれるかもしれないよ。この薬を使えば大人になれる。だが本当に大人になりたいのかい、ミラ？絶対なりたい。それじゃあかけるよ。ミラ？君なのか？あらやだ、ミラのおばさんよ。わあ、ミラにそっくりだ。とにかく身長 OK。 どうぞ乗って。し放題だよ。大人になった？行こう、モーフル。このイルカに乗ってみたい人。はい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 、はい、私も。すみませんが、お姉さんは大きすぎてこの子には乗れませんよ。すみませんが、関係者以外立ち入り禁止です。私、ミラのおばよ。ああ、そうだったんですか。どうぞよろしく。でもミラはいませんよ。私は授業に戻らないと。それじゃあ、はあ、大人でいるのがすっごくつまんなくなってきちゃった。ここは子供専用の公園だぞ。罰金を払ってもらわないと。私には払えない。お金を持ってないの。それなら仕事をして稼ぐんだ。もうやだ。大人でいるのにはもううんざりだよ。本当に小さな子供に戻りたいのかい？私の人生で一番いい決断だよ。ミラ、ミラ、聞いた？聞いた？何を？新しいジェットコースターができるんだ。今度のはもっと大きいんだって。そうなの。また大人になって乗りたくないの？ちっとも。大人になるのって思ったより楽しくなかったよ。大きくなるまでは子供にしかできない遊びを楽しむんだ。タッチ、鬼だよ。